大阪のホテル泊まってる時に、ホテルの近くのコンビニで僕適当にご飯買って、で、部屋で食べよう思って、ホテル戻ったんですよ。ね。ホテルの、あのエントランスの扉ウィーンって開いて、で、1階のエレベーター乗るとこがありますよね、ホテルの。うん、そこに向かってこう歩いてたんです。ほんなら、僕の数メートル前に一人の女性がいらっしゃって、その人もなんとなくこうエレベーターの方に歩いて行ってたんですよ。うん、だから、まあ、なんかこう絶妙な距離保って、こう2人でエレベーターに乗りに行ってたんですね。はい。で、その前歩いてた女性の方が、この1階のエレベーターの扉の前に着くや否や、その扉がチーンって開いたんですよね。だからスムーズに、その女性の方はノンストップでこう、ワーンってエレベーターの中に入ったんですよ。ね。で、まあ、距離にしてどうでしょう。7歩、8歩ぐらい離れてるんですかね。で、僕もそのエレベーター乗りたいです、みたいな顔をして、ちょっと早歩きでターンターンターンって歩み進めたんですよ。ほんなら、あの、さっき乗った女性の人がバーンって振り返って、で、僕とめっちゃ目合ったんですよ。確認をしたわけですね。あ、なんかこのエレベーター乗りたそうな人いはるわ、みたいな。うん、目合ったから確認したんですよ。で、その瞬間、その女性の人がこのボタンをね、バーンって押してくれたもんやから、あ、開けて待っててくれてるわ、と思ってもう一歩出したら、チーンって扉閉まり出したんですよ。ね、その人を中で閉めるボタンを押してたんですよ。めっちゃ腹立つじゃないですか。ね、なんやったらちょっと連打してると、閉めるボタン、いけ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 みたいな感じで、なんで乗してくれへんねんと。いや、あれですよ、そんな狭いエレベーターでソーシャルディスタンスがどうやからっていうレベルちゃいますよ。普通に広い、普通のまあまあ広めのエレベーターで2人、しかもその自宅で変質者やったらわかるけど、ホテルで、ね、悪いけど、タレント、そんな、何言うて。うん、なんか、めっちゃあれだっすよ。俺のこと見たくせに、バンバンバン閉めるボタン連打して、ビーンってこう閉まり替えて、おいおいおいってなってこう行くんですけど、間に合わないんですよ。ね、扉閉まり続けるから、この最後隙間、細い隙間で、あの、女性と目が合ったんでね、その時に僕、あの、右手をこう、左手をこうしてですね、ってやったりました。はい。あの、そいつの一生のトラウマにしたりました。昨日の動画でですね、エレベーターで嫌なことをされた時の話っていう、まあ僕の体験談をアップロードしまして、その動画のコメント欄でですね、なんて言うんでしょう、まあ、心もとないひどい内容のカスカラのコメントがいっぱい来たんですよ。今日ちょっとそれに反論したいなと思いまして。エレベーター閉めたの、賢明な判断で草。何がやん、なんでやん。いや、俺や被害者。俺が嫌なことされて閉められたんや。いやいや、賢明な判断ちゃうよ。めちゃくちゃ意地悪されてんから。おかしいんですよ。なんか伝わってないんですよね、この僕が伝えたいことが。粗品視点から見ても、女性視点から見ても、意味が通じる、秀逸なタイトル。そういうことちゃうねん。俺、そんな秀逸なことしてへんねん。うん。エレベーターで嫌なことをされた時の話、俺目線やねん。うん。まあ、確かにその、この話、俺がするより、その女性がした方がおもろい話やけど、立場上。一般の方のエピソードトークになったけど、俺。うん。じゃあ、そんなんじゃなくて、こう、なんかね、共感してほしかったんですけどね、明らかに話持ってるのに最後まで真剣に話してるの面白い。お前のこと誰が好きなん？なあ、なんやねんそれ。お前のこと誰が好きやねんおい。跳ね物の玉の気持ちを味わう貴重な芸人、2回解放。何がやねん、もっと解放せいや。あれ回数ちゃうねん、時間やねん。長時間解放せい、すべての跳ね物は。あんな一瞬で貴重いねん。こんな釘の、こんな釘のとこ、どう入んのこれ言うて、カッコを逆にこう書いたみたいな、釘の、パーンって、やっと入ったと思ったら、キュンキュン短い、解放短い。じゃあ、俺、そのエレベーターにこう入る、羽物の玉じゃないですから。サイコパス診断の正解例やん。誰がやねん、誰がサイコパス診断の正解例やねん。普通の人間ですよ。普通の人間のもうマックスの行為やから、それは。ギリサイコパスではないから。サイコパスは、扉のこのラインに体入れて、
直立不動ですよ。でガンガンガン言うてもうこのままですよ。キーよそれは。うん、誰がやねん。一生のトラウマにしろ。期待度星4。どんなリーチやねん。なあ、どんなリーチやねんそれ。ほぼ本気最強リーチやねんか。四大演出かこれ。なあ、CR 大阪のホテルかで、うん、一生のトラウマにしろってこうやったら当たりかよ。なんやん。あ、すいません。次乗りまーすって言ったら、ブーン、外れ。6、7、6。何がやん。パチンコ台のここの、なんか、機種説明のボードに書いとんかい。一生のトラウマにしろって。あれ、その縦でしか直されへんの。なんなんあれ。千枚ほっそ。横でも直せるようにせ。なあ。なんであれ、この、ファイルを縦でしかこう、収納できへん。アホ。そんな話言うてんちゃうねん。うん、その女性助かってよかった。ほ、俺ぐいぐい大脇ちゃうで。なあ。いや、ぐいぐい大脇さんや、それ。エレベーターで女性にちょっと、わいせつ行為して、なんか問題になった人。ああ、ピン芸人の先輩、ぐいぐい言うて。うん、ぐいぐい言いすぎや、いう話あったけど。あ、俺ぐいぐいさんちゃうね。ええ人やったのに、あの人。違う違う。ぐいぐい大脇さんじゃないんですよ、僕。うん、再生をして顔見ただけでも吹きそうになったわ。誰が鬼面やねん。それ鬼面芸人に言うやつやろ。なあ。なんで顔見ただけで吹きそうなんねん、アホ。いやいや、ごめんなさい。鬼面はシャンプーの CM 出れませんから。ね。ブラックウルフ。髪の未来について考えてみませんか、言うて。いや、シャンプーの CM 出れへんよ、鬼面は。はっきり言うて。うん。で、なんか狼の被り物してね、あれ。で、まあ、口開いてるんです。口開けて顔で出て。で、秋前ぐらいの収録やったんですけど、撮影が。で、わーってやってて。で、相当暑かったんですよ。もう、汗だくでやってたんですよ。秋前の口の開いた、ブラックウルフの被り物であんな暑いねんから、あれ、夏フェスのマンウィズ相当暑いよ。あれ、マンウィズえぐいと思うで、マジで。口も閉じてるし。最後、粗品のことやから、殺すぞとか言うんかなって思ってたら、余裕で超えてきた。うん。誰がジャギやねん。もう俺、ジャギやん。ほんなら。暴君が過ぎるやろ。俺、さすがに言わんよ。大阪のホテルで、女性に向かって、殺すぞ言わん言わん。ジャギやから、それ言い出したら。痴漢冤罪で捕まりそうになった時は、相手の胸揉めば冤罪にならないって話を思い出した。どの話を思い出しとんねん、お前。なあ。いやいや。ごめんなさい、全然例え一緒ちゃうよ。ほな、あ、何か俺胸もんどんかい、ほんなら。みたいな話なっとんで。どの話を俺の体験から思い出しとんねん。失礼ですよ、あなた。ね。ほんで、まあコメントがこれ全部でなんぼや。まあ今1000件以上来てるんですけども、はい。ね。まあこんなんもありました。距離にして、7歩8歩がもう距離にして7馬身か8馬身といったところでしょうかに勝手に変換されてしまうぐらい、ソが好き。うん、お前競馬好きなだけやろ。俺とか関係ないよ。うん、それ粗品が好きんじゃなくて、いや、お前が競馬脳なだけやろ。俺が言ったエピソードが競馬の実況みたいに聞こえるっていう。俺関係ないよ。うん、で、このコメントに違う人が返信でコメントしてるんですけど、それはもう粗品じゃなくて競馬が好きなんじゃ。誰でも言えるツッコミかい、今の。なんやねん。一般人とツッコミかぶった。誰でも言えんのかい、このこと。もっとひねって言うわ、ほんなら。その女性トラウマどころか、自分の判断の間違ってなさに、リーチドラだけで数え役満まで行った時ぐらいの快感感じてそう。ドラ12?わしず岩岡、お前。なあ。お前、わしず岩岡売っとんか、それ。違う。うん。リーチドラだけで数え役もすごいから、もう乗りまくってるから、裏とか、カンドラとか、ね。で、このコメントにもまた返信でコメント来てるんですけど、麻雀と野球で例えるやつは一生面白い人間になりたい。何ちゅうこと言うねん、お前。麻雀と野球大好きやろ。みんな。いや、お前、しんすけさん野球で例えまくっとったかな。なあ。しんすけさんなんかあの人、野球の例え一本で乗し上がった人よ。160キロ投げれるやつの、たまに130キロが、みたいな。よう引いたで。うん。しんすけさんおもろいから。間違ってるあなた。で、まぁ、1000件以上コメント来てる中で、一番腹立ったコメント発表します。一番腹立ったコメント。はい。
ASMR18 禁shakebody.com X ヤングガールズどっか行けよお前、何しに来たんじゃ我、スペシャルエディション for you ライブ HDR カメラ I want sex now 嘘つけ、 I want sex now 嘘つけな、あほんで ASMR なんこれ、もったいない、いや動画で見せろや、音楽しむ系、俺普通におっぱいとかめっちゃ見たい、めっちゃ見たいちゃうねん、これスパムやねん、多分な、皆さんこれあのクリックとかしないでくださいね、危険なんで、はい、どっか行けやこいつ、よう見るけど、まあまあちょっとねあの仲良くしたいんで、うん、このチャンネルもね一応今毎日更新してるわけで、あのねえカスの皆さんあってのチャンネルやと思うんで、ちょっとそこはあのはい、これからもねお願いします、はい。